今回のモデルさんなんですが、まあ、現在大体8、9レベルぐらいまで、抜けてる状態なのと、2、3ヶ月前ハイライトをしてて、細かめのハイライトとインナーカラーが、残ってます。ナチュラルでキュートなモデルさんをエフェクトスモークオリーブを使って、洗練された大人の女性に、変身させていきたいと思います。私がセレクトした薬剤はマットとエフェクトスモークオリーブです。エフェクトのスモークオリーブがすごい安定感があるカラー剤なので、ムラになりにくいと思うんですよね。ハイライト履歴があったりとか、ダメージとかで毛先がくすんだりとかすごいしやすいんですけど、ちゃんとムラなく染め上げてくれるし、しかもそのオリーブすぎちゃうと軽い印象とかになりやすいんですけど、グレーみが入っているので落ち着いた大人な上質なイメージに仕上げてもらえるっていう感じのカラー剤になっております。エフェクトスモークオリーブで色にハマる。今回のモデルさんなんですけども、1年前にブリーチしていてトーンダウンさせてもらっていて、その履歴がこの中間から毛先に少しある状態のアンダーです。2日前に全体ブリーチしていて、今回のエフェクトスモークオリーブですと中間の毛先のこの少しオレンジ味の残留も綺麗に染めることができます。エフェクトスモークオリーブという色なんですけど、グレーみがかっていて緑みを感じるというところで、少し品があってけど今時の寒色系の雰囲気も出せて、モードさもあったりとかナチュラルさも出せるので、ベースの色味になるかなと思います。チョイスした薬剤はこちら、エフェクトスモークオリーブクリアモノトーンハニーイエローエメラルドグリーンを使用しました。品のある青みに振られないグリーンっていう形のエフェクトスモークオリーブに今回はさせてもらいました。数パーセント混ぜたんですけども、EG6 だけだとちょっと青緑に振られてしまうので、HYQ っていうイエローも混ぜて、スモークオリーブにすごい綺麗に混ざるようなグリーンを調節して作ったので、ブリーチ毛でもすごく綺麗に扱えるカラーになったんじゃないかなと思います。ベースに使うスモークオリーブっていう形でグレー味のあるグリーン系っていう感じのイメージで、そこに出したい色味のグリーンかグレーを足してもらうとすごいいい色になるかなと思います。エフェクトスモークオリーブで色にハマる。今回のモデルさんはブリーチの最終履歴は2ヶ月前ぐらいで、いつもバレリアージュとかハイライトとかを繰り返している状態です。1ヶ月ほど前気持ち暗くして今落ちてきてる状態です。癖はないんですけど、ダメージがある分ちょっとこう傷んで見えてるかなっていうのはあるんですけど、エフェクトスモークオリーブは緑すぎずグレーみもあるいい色味なんです。日本人特有の赤みが消える色味になってるので、赤みが強い部分を消しながら透明感も出しつつ立体感も出しつつ、今回ちょっとそんな感じで施術していこうかなと思って、ここからまたブリーチして入れていく感じですね。私が選んだ薬剤はエフェクトスモークオリーブとナチュラルとモノトーンとマットです。で、仕上がりがこちらになるんですけど、根元の赤みもしっかり消えながら立体感を出しながらっていうデザインになるんですけど、このエフェクトスモークオリーブを使えば綺麗にデザインしきれるのでおすすめです。立体感があることによってのっぺりしがちな日本人の毛も立体的に見えつつ、動きも軽さもいい感じに出てくれます。このデザインだと根元が明るくなりにくいんですけど、しっかり根元の方まで顔周りも明るくすることによって、こうデザインカラーが好きでも暗くしたくないっていう人に対してもいいアプローチになるのでおすすめです。エフェクトスモークオリーブで色にハマる。